はいどうもこんにちは。今日はスマートテラワールで取り組んでいる小麦の畑に小麦の種をまいています。ここの広さはだいたい 1.7 兆部くらい、 1.7 ヘクタールくらいなんですけども、今はこんな感じでまいています。機械の葉種機の方は機械メーカーの菅野さんからお借りして使っています。あの機械では13畳で種をまいて、トラクターは10キロぐらいで走れるので、どんどん早く種をまいていくことができます。なので大きい面積をする場合でも、こういう機械があれば短時間でたくさんの面積をこなすことができます。これ15センチで今巻くんだけど、米30センチで直前やるかな。その時にはこれヒッチ垂らす。人を信じてねばできないことしたんだね。だいぶ勇気いる。俺人を信じねえ人だから絶対外れる。中を追ったね。やっぱり人底信じてはダメだよ。機械には近づく。今この 1.7 ヘクタールの面積でものの15分ちょっとぐらいでだいたい半分ぐらい終わったので、この面積全部終わるのに多分 3,40 分ぐらいかかるかどうかで終われると思います。ここで採れた小麦は来年の6月収穫予定になるんですけども、酒田でラーメンをしている課長風熱さんというラーメン屋さんでラーメンで使ってもらう予定になっています。なのでできるだけラーメンに使う場合は小麦のタンパクが高い方がいいので、だいたい 13% タンパクが欲しいので、より水はけの良くて口も良い条件のところで小麦を栽培したいというところです。今年の小麦を植える畑は自分のところの畑と、あと石井さんの畑と加納さんの畑になります。あとはスマートテラワールで使っている合算高原の畑を使って4カ所で小麦を栽培していきます。